今年も緊張緊張ですそして、MC は相変わらず成長できぬまま年を越してしまいましたが、うちはですね、私が MC 面白くないということで面白い面白い飲んで喋れば面白いんですけどうち の, あの MC 一番手幹部より重大な MC があります。え、会社の皆さんこんばんは、ルイジです。そんな打ち合わせがありましたっけ。2012年ですね、ルイジ、このゼロが最初のライブです。2012年のスタートですね、ここで、スタート切れることを大変光栄に思っております。で、始まる前にですね、順番聞いて、さっきのアシュラさん、アシュラのあとはやりにくいぞってうちのバンマスが言うんですよ。確かにすごかったです、ご覧の通り、まあちょっと時代にそぐわないやつもいたりして、でもうちらこれがかっこいいと思ってるんで、これからも、一生懸命やっていけ、すいませんね、なんか慣れなくて一生懸命頑張っていきますので、今年もまたよろしくお願いします。
去年ですね、去年の最後にしたライブに高校生のバンドが出てて、初のライブハウスでですね、MC でもう帰りたくない終わっちゃうって言ってるのを聞いて、おばちゃんめっちゃ泣いちゃってですね大号泣したんですけど、なんか今気持ちが分かるような、もう終わりって感じなんですけどそんなに歌ったっけみたいな今日、本当に、新年初めのライブに呼んでいただいてありがとうございます。毎回鹿児島から本当に楽しみにドキドキしながら来てます、新年のご挨拶をシッキーさんからありがとうございます。鹿児島から来ました薩摩隼人です。鹿児島でですね、今ですね、あのゴレンジャーって言っても分かりますよね、皆さん分かりますよね、ゴレンジャーっぽいやつの戦隊もので、隼人っていうのが、薩摩隼人っていうのが流行ってまして、それがですね、まあ、地方のやつなのに地方にしか分かんない鹿児島弁がものすごいんですよ。でそれを見てると僕もなまってます普通にすごいっていうのはですね、わっぜちゅんですよ、わっぜなまってますけじゃあ皆さんわっぜって言ってください、せーの、わっぜ。ありがとうございます。今の録音しましたから、鹿児島に帰ってから鹿児島の、あ、懐かしいって方もいらっしゃいますね本当は皆さんわっぜって分かってるんじゃないですか。どこわっぜすげえね、ここはね、分かります、どうぞ、ここわっぜすげえ、どこは分かりませんね、すいません、鹿児島弁講座だったんですけど、ですね、すいません、私の方も、今年最初のライブを、ゼロで、迎えることができまして、本当に嬉しく思います、山本さんをはじめスタッフの皆様、本当にありがとうございます。時間がないみたいですので、最後あと2曲ですね、ちょっと汗かいてですね、ちょっとそこ焼酎がですね、ちょっと結構ですね、福岡の方が鹿児島の焼酎あるんですよ。結構ですね、見たことがない焼酎が、この間ですね、何人かお会いしましたけど、インフルエンザの日ですね僕もここにいまして、で